こんにちは。誰でも Python チャレンジ。誰パイです。はい。えー、ここのところ、はい。まあ、Streamlit っていう Web アプリを作りながら、まあ、それは割合副大で、えー、ちょっと Excel で遊ぶ。いろいろまあ、我々仕事、特に、えー、研究をしたり、それからビジネスでデータをいじる人には Excel をもちろん使うことが多いと思いますけど、まあ、そういうものを、えー、いかに Python を使って自動化するか、 というようなことを述べています。まずは基本的にデータがあったときにどういうふうに、えー、Pandas で、えー、保存するかっていうのをこの間 Pandas を使って Excel に保存するかというのをやりました。非常に単純でしたね。はい。えー、軽く見てみると、まあそうですね。えー、まあその前に、まずは Excel で読んで、これ Pandas でリードエクセ Excel して、そこでグラフを書いて得られた予測値と傾きの値を、えー あ、これではないですね。これではない。232。232ですね。はいはいはい。これでした。233。これかなはい、えー。こちらでした。えー、そして、結局、何をやったかっていうと、ディクショナリーにまずは書き込んで、ディクショナリーに書き込む、年ごとのディクショナリーに書き込んで、それを年名のディクショナリーに書き込んで、そしてさらにディクショナリーをデータフレームに変換して、それを でファイルに書くこれだけのことでした、はいえー。結構それなりに形が出るのは分かりました。じゃあ今日はこれをまた別の、えー、ライブラリーである OpenPyExcel というものでやったらどうなるかということをまず基本的に見てみたいと思います。なぜ Pandas?Pandas、まあ、はかなり便利なんですけどこれだけではなくてこの次次回にグラフをそのまま Excel 上に貼り付ける技をやるんですがこれなんかは えー、オープンパイエクセルでやる方がいいと思っていますので、えー、まずは今回、えー、オープンパイエクセルを使い始めてみたいと思います。まずそのためには、まあ、例によって、pip install open pi エクセル、まだしてない方は、えー、していただきたいと思います。えー、コマンド窓を開いてですね、pip install,pip install open pi エクセルと。 いう感じでやります、まあ、私は入ってるんで大丈夫だと思います。はい。そしてじゃあ、えー、今回、前回と同じようにこのデータ傾き、各都市についての傾きデータと予測値データをとにかく同じように Excel に書くという方法をまず基本的にやりましょう。そしてその後、えー、グラフを貼り付ける方向にいきたいと思います。えー、Pandas では結構いっぺんに、えー、データフレームを フーエクセルすることができましたけど、オープンパイエクセルでは、まずブックというものを用意して、それからその中にシートですね、エクセルおなじみの各シートを用意して、そこに、そこのセルにデータを書き込んでいくということになります。じゃあやっていきましょう。まず、はい、これを、えー、今日の名前、えー、っと、234ですね。はい、えー、で、セーブします。L234、えー、オープンパイエクセル、 えー、データとか何かやって、はい。そして,、えー、て、ほとんど同じです。まず、インポートしますね。えー、インポート、えー、オープンパイ、エクセル、こんな感じはい。えー、で、やります。そして、ずっと来て、計算するところは同じです、えー。傾きと予測値。そうですね。ここの前で、まず、オープン時にファイルを ブックとシートを用意しましょう。ブックを用意するのは今出てましたけど、これですね。ワークブックイコール、えー、オープンパイエクセルの、えー、オープン、えー、ワークブック。ワークブックでいいです。で、えー、まあ、引数なしで結構です。それから、この上で一つワークシートを用意します。ブックの中にシートを一枚。まあ、アクティブでいいです。これで一枚、 えー、とにかく空っぽのシートを用意するということになります。えー、まあ、初めて作った場合はこれでいいと思います。開けた場合もとにかく原シートに書き込む場合はこういうふうになります。まあ、開け、既存のシートを使う場合についてはまた次回やります。そしてここですね。ここで計算しましたので、これを元に、えー、用意しましょう。えー、ここで面白いのは、はい、これでやりました。セル RC。 C セルローカラムに値 V をを書き込むのはここれを使ううとということです、えー、まあご存知の通り Excel っていうのはじゃあちょっと前回の、えー、あれですねえっ、ー、とパンダスで書き込んだシートを見てみましょう Excel っていうのはこういうシート風になってますよねここにシートがあってシートが複数あってシートネームがあってそして A1 から B1C1D1E1、e、からこれが列ですねこっち方向がカラム 縦方向が行です。1行、2行。それぞれ、えー、1、2、3、4、5。で、カラムをこれ、A から始まってますね。これを1、2、3、4、5というふうに数えます。ですので、例えば、ここの場所は1行目の5番目とか、ここは、えー、6行目の1番目というふうにアドレスします。ですので、これを真似して、ね。 1>, 1行目の R 行目の C 番目。で、座標は両方1から数えます。ですので、例えば、同じような感じで書くとすると、もういいです。はい。えー、書いてしましょう。もう、WS のセル、えー、の、そうですね。これでいいです。まず、えー、行番号。行番号、じゃあ、左上にしましょうか。1、あ、 だから行番号はちょっとずつ増えていくので、ここのアクティブに従いに、行番号、r インデックスイコール0から、あ、1からスタートしましょう。必ず1からです。はい。行番号1で r インデックスの、まあ必ず1行目に、1列目に書くことにしましょうか。で、ここに、例えば、都市名を書きます。 えー、まあいいですね。えー、っと、どうしようかな。一応、文字列にした方がいいですね。えー、文字列にします、えー。F 文字列でシートネイン。いいですね。はい、これでいいです。次の、えー、隣に、つまり2列目に、2列目に、えー、これを書きます。傾き。一応、文字列で書きましょうかね。 こんな感じにしましょうか。えー、っと、F 文字列で書きましょう。F の、えー、シングルクオートの傾きイコール、えー、小 F ですね。にょろで小 F。で、にょろ。で、閉じると。はい。これで隣に書きました。もう一つ書きます。えー、列、3列。3 番目左から3番目に予測値イコール、えー、V プレッド0はいこれだけですねこれでできましたそしてまあ1年終わったら R インデックスをまあまあ仮に2行でも3行でもいいんですがまあ3行ずつ増やしておきましょうかちょっと、えー、1行書いて、えー、2列空白が空くまあいいか2列ずつこんな感じで これで書きました。OK です。簡単ですね。じゃあ最後に終わったら、まあ、この、この話は、ま、別にシフト変えないでおいて、そして、ここでやることは w、W ワークブックをセーブします。何ファイル名を書きます。何にしましょうかリザルト l 2にしましょうか x l はい、これだけです。 いいですね先ほどは result.xls にパン n スで書きました。今度はそれをコメントアウトしてオープンパイエ x セル l のここで用意したブック。一つ空っぽのブックを用意します。その中には一つ空っぽのシートを用意します。そして1行目にまあ東京の傾きと東京の傾きと予測値を書きます。それから3行目に2行 大き3行目に大阪のデータ、5行目に、えー、名古屋のデータとなるはずですね。そして最後に書き終わったらば、そのファイルを result2.xls にセーブします。これだけです。はい、セーブしてやってみましょう。はいえー、ストリームリッド、u n の、えー、L234、はい。さあ、うまくいくかな、はいえー、もちろん走りました。はい、出てきました。 いつものファイルをズリズリズリっとやります。トレンドサンプル。はい。あれ動かない。大丈夫今失敗したのかなトレンドサンプルを持っていきます。はい。できましたね。はい。えー、まあ、ここの ST ライトがありましたので、えー、やった内容を書いてくれてます。まあ中身はどうでもいいです。さて、できてるでしょうかよいしょ。はい。リザルト2できてますね。開けてみましょう。 なんでこんな遅いのか。え大丈夫大丈夫だよね。はい、これですね。はい。リザルト2できました。えー、はい。いいですね。思った通りです。A の1に東京。これちょっと広くしましょうか。はい。えー、東京傾きイコール。うん、ちょっと良くないですね。これ、桁数絞ろうね。でもいいですね。と東京傾きが B。予測値が C。東京傾き。もちろん、これ、 一番最初にタイトル儀を書いてもいいんですよ。でもこれは今はこういうふうに簡単な、えー、それぞれ3回のループでやりました。ちょっと桁数のことと、それから、えーまあ、これはもういいですね。パンダスで書いたやつを隠して、同じになっていることがわかります。じゃあ桁数をちょっと絞りましょう。ここで、えー、コロンの、コロンの0、0.1f、えー。 コロンこっちを 0F にしましょうか。それからこっちを点の、えー、コロンの点 1F にしましょうか。それから、じゃあ間を3行空けることにしましょうか。ん2行空けることにしましょうか。ま、あこんなもんですね。全然、えー、単純な感じです。そしてリランします。ここでリランすると、多分やってくれたはずです。結果見てみましょう。よいしょ。 はい、えー、変わってますね。はい、OK です。もちろん、こんな感じですね。えー、片向きは470、予測値は6万8千。はい、出てくることが分かりました。OK です。ということで、今回は、まずは簡単に OpenPyExcel での構成ですね。インポートして、ワークブックを開くこと、シートを開くこと、そして、 座標値 A1 からこれが1行目、2行目、3行目っていう行ですね。こちらが列です。両方1から数えます。A の列が1、B の列が2、C の列が3以下同様です。で、書く値を文字列でこんな風に指定すると書けました。最後に全部書き終わったら、workbook.save してファイル名を書く。これだけです。はい。じゃあ、 まあ今回はここまでにしましょう。次回はこれに、この前回書いた、このプロットで書いた図を貼り込む。ここのところをやってみたいと思います。また見てください。さよなら。